こんにちは、森下トームの森下です。ちょっと押し迫ってきましたね。なんかシーズンとしては大掃除シーズンに入りました。まあ、今日はですね、ちょっと家作りに直接関係はないんですけども、この大掃除を僕は家をね、長持ちさせるため、それから満足して住むためにしっかりしてほしいので、まあ、それに関連したね、まあ、ちょっとした小ネタみたいなもんですけども、解説をしていきたいと思います。はい。でね、やっぱり掃除といえばですね、これはもう作業であり仕事なので、なんといっても大事なものは道具なんですよ。で、まあその普通の掃除道具は普通ね、どこでもあると思うんですけども、大掃除の時にやったらこれ最高っていう道具を、まあちょっと少しですね、紹介をまずしていきたいと思います。ちょっといつもより僕の板書きにもらったらと思うんですけども、まあ、僕がね、あったらいいなと思うところ5つですね。まあ、これ以外にありますよ。あるけど、まあ、みんなあんまり持ってなくて絶対やった方がいいよっていうのがこれですね。1番が高圧の洗浄機です。このやつですね。まあ、よくドイツのケルヒャーのやつとかね、最近は国産でアイリス大山さんとか ああいうとこも作ってるんですかね、いろいろ出てまして、まあまあ価格はもう1万円ぐらいから、まあ、高いものはもう数万するものまであると思いますけども、こいつがあるとですね、いろんな掃除楽ですよね。まあ、例えば掃除しにくいところの代表なんかが、その窓周り、それから玄関周り、それから外の塀とかですね、意外と例えばブロック塀でもアルミでもね、結構ほこりついて汚れて汚いですからね、みつぼらしく見える元みたいなところがあるんで、まあ、ちょっとお父さんカッパでも来てもらってですね、重装備で高圧洗浄機で塀なんかきれいに洗っちゃえば、きっと奥さんからの株は爆上がりじゃなるんじゃないかなぐらいこうなると思います。で、窓なんかももうどうですかね、窓って結構すっごい立地によっては土ぼこりがたまったりしてるじゃないですか。あれね、そう、なんていうんですかね、こう雑巾で拭くぐらいじゃ追いつかへんですよね。なので、この高圧洗浄機で外からバーッと流して、下のレールもガーッとこう流すとね、もうすごい綺麗に一気になるし、その後でこう雑巾とかで拭くみたいな感じがものすごく体も疲れへんし効率的やと思います。まあ1万ちょっと のあれでね、まあ、すぐ買えへんかもしれませんけど、どこかで買っておいていただいたら、あるいは大掃除を機械に買っておいてもらって、どこかにしまっておいてもらったら、これはもう車洗うのも自転車洗うのも赤ちゃんのバギー洗うのも重宝しますんで、ぜひね、これちょっと一家に一台じゃないですけど持っておかれたらと思います。で、次がですね、スチームクリーナー。まあ、ちょっとこの高圧洗浄機となんか形とか結構似てるんですけども、まあ、これも同じくケルヒャーさんとかの商品が割とホームセンターなんかでは一般的に出てるかなと思いますけども、こいつはですね、価格もやっぱり数千円から数万円みたいな、まあ、結構幅があります。で、がっつり業務用みたいなやりたい時はもう形が掃除機みたいな大きさのやつもありますけども、出てくるものはもうスチーマーなんで、いわゆるこう水蒸気です、スチームですね。で、これが何がいいかっていうと、洗剤を使わなくても結構汚れ落ちるんですよ。だから例えばね、まあ、無垢の床なんかでもちょっとこう汚れ取りたいなとか、それから赤ちゃんがハイハイするから中性洗剤で洗うもちょっと抵抗があるいう時なんかは、もうこいつはもうね、高温でバーッとこうなんちゅうか殺菌しながら汚れ取るようなもんなんで、すごいこうなんちゅうかね、すごいすっきりします。ほんまに素足で歩いたら、なんかすげえ清潔みたいな感じが分かるぐらいになるので、形はもう台所やった時に便利なハンディタイプからスティックタイプとか、それからこうキャスタータイプ、いわゆる掃除機みたいなやつですね、ああいうものもありますので、まあいろいろアタッチメントがいっぱいついてて、こう切り替えができたり、ハンディタイプできたり、ホースつけられたり、いろいろあるんで、これはまあいろいろネットなんかで調べていただいてね、購入していただいたらとってもこれもいいかなと思います。で、まあ、何よりね、油汚れなんかも結構取れやすいので、台所の掃除にも洗剤ってこう落ちるんやけど流れてしまうのに結構吹かなあかんかったりして、意外と手間かかったりする時あるじゃないですか。これスチーム一発なんでね、キューッとこうバーッとやってキューッと吹いたら終わりみたいな感じのところもあるんで、まあそういうのもぜひちょっと参考にしてみてください。で、3つ目がブロワーって分かりますかね。このやつですね、このやつ。この筒状になっててですね、モーターでファンがあって、ボーッとすごい勢いでこう風を送るだけのもんです。まあ、よく夏場だったら浮き輪なんかを膨らませたりする時も使ったりするし、まあ、これ現場で行くとよくほこり飛ばしなんですよね。
で僕たちもあの現場で掃除機かけたらいいんですけど、もう掃除機かけるのがしんどいぐらい埃がある現場もあるので、この時はブロー使います。でこいつで家の中の掃除ももちろんやってもいいんですけども、まあ家の中では埃を舞い散るだけかもしれへんので、これ主に外仕事、一番はあのいわゆる竹ぼうきみたいなあのざっくりした落ち葉掃除とか、あれ結構手強いじゃないですか。でこう隅にこういったらこうガーッと潜ってやらなきゃあかんとこであるんですけど、こいつだとバーッと風飛ばして終わりなん で結構あの疲れへんし、あのまあちょっとまあまあ庭が広かったりあの枯葉が多いお家やったら、これやったらもう非常に重宝すると思います。だからさっきのねあの窓掃除の時に、このブラは風なんで、あのいわゆるあの高圧洗浄機で水を飛ばしといてブロワーで吹き飛ばせばですね、もう雑巾で拭かんでもええぐらい綺麗になるという方法もありますんでね、これも一家に一個あったら、これ安いです。安かったら3000円ぐらいのもあると思います。でそれで別にプロじゃないから、あの家庭用やったら十分機能を果たしてくれると思うんで、まあ3000円か5000円ぐらい出して、まあ、1万も出したらめちゃめちゃいいのありますから、あのそれで買ってもらう、1つ1台あったらあの畳めちっちゃくできるんでね、あの持っておいてもらったらいいと思います。で4つ目がですね、パイプクリーナーの、あのワイヤータイプ、まあ、クリーナーワイヤーとかっていうんですかね、あのまあ言うたらこう、あ、こういうコイル状のですね、こうグワングワン回るようなこの、 あの針金みたいなもんなんですけど、こうしなやかにすぐ戻ってこう変幻自在にあのムチみたいにビュン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 しなるようなあんな感じのやつに、 こっち側に、まあ、ええやつやったらこう取っ手があってこうぐる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 回したら、このワイヤーがですねこう旋回するんですよ。でこれ何がいいか言うと、あのパイプにそれをガーッと入れていったらね、滑り込んでいてずっとあの排水管の中を入っていってくれます。で特に多いのがあの台所の排水に関しては、別に流れてるからええやんって思われても、意外にこうパイプの中ってこう油が付着してたりするんですけども、まあ油って冬季はこうあの温度下がって固まりがちなので、こういうワイヤーを入れていただいてこうぐる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 旋回させたら、中で蛇がこうのたうしまるような感じでですね、ワイヤーでこそぎ取っていってくれて、あと水をバーンと流したり、まあ、さっき言った高速の高圧の洗浄機でガーッと圧力かけたら、もうドロドロドロとしたのが流れて、えこんな詰まってたんってびっくりするような感じもあるのでね、これ本当に詰まっちゃうと、あの業者さん呼んで特殊なあの溶剤で溶かしたり、そういう業務用のその洗浄管みたいなんでやったりして、まあお金もかかるんでね、まあこんなんも2000円ぐらいからあるようなもんなんで、ちょっとこう買っといて1本持っといていただいてですね、これたまには親子で、例えば男の子なんかいたらですね、あの送るぞワイヤー出たかとかってお父さんが言ってとか、息子さんとか連携とかしていただくとですね、息子あ、ま、おね、お母さんとかすごい喜ぶから、結構なんかちょっとなんかテンションがあるんですよ、息子もね、お父さんもテンション上がるけどね。でそんな感じであのやってもらったら、まあ家族の大掃除思い出にもなるし、家もすごく長持ちするからとってもいいと思いますんで、これもねたまにしか使わない道具ですけども、買っとくといいと思うんでおすすめします。で最後にドレインポンプ、あのエアコンっていうのは、まあ、冬場はあんま関係ないんですけど、夏場除湿した時にあの水が出るんですよ。で水が出る時にあのエアコン内のホコリもあれ出してくれてるんですね。でそれが勢いでドレン管に詰まる時がある、詰まってるか、まあ、さっき の、 あの台所排水と一緒で、あの流れてんやけどなんかもろもろしたものが詰まっとみたいな、やっぱり空気中ってカビとか動物の死骸とかいろいろも飛んでるから、あの水と一緒に流れて途中でですね、こうなんていうんですかね、ゲル状になってしまったりみたいなこともあるんで、それをですね、あのドレン管の外側にこう注射器の親分みたいなやつなんで、シュポンってこうシュポンって引っ張ってもらったら、あのチュルチュルっと流れも出てくるんですよ。 でだからそれやってないと、ある日突然エアコンからオーバーフローしてきたりすることがあるんでね、まあ、特にあのうちのお客さんやったら小屋裏エアコンとかやってる人なんかは、これでお父さん時々シュポシュポやってもらうと、こんな感じのね、あのものなんで、ドレインポンプ、あのこれもちょっとそんな高いもんじゃないんで、一家に一台どこかに忍ばせてもらって、忘れた頃にやってもらったらとてもいいんじゃないかなと思います。でね、僕何より思うんですけどね、あのよくね、あのお母さんがあの男の子育てる時にね、あのスポーツやらしたりね、あのファッションをこう整えさせたりして、まあ、言うたらあの女の子、異性からモテるような男の子にモテ系男子にするためにみたいな、お母さん教育熱心なお母さんいらっしゃいますけど、やっぱねこの道具使えて掃除できる男の子ね、これモテます、これモテます。あのスポーツできたりっていうとこでも一時キャーッとされても、あの、ね、女の人シビアやからあの生活力もチェックしますんでね、こんな道具使いこなせて
お掃除任せてっていうような男子は重宝されるしモテると思うんでね、まあ、そんな、まあ、どうでもいい話かもしれませんけども、まあ、もう僕は女の子ばっかりだから女の子にそういうことあんま教えることなかったですけども、これ自分に男の子ったらめっちゃ教えてると思うんですね。こうやって使うにゃーみたいな感じでね、そうやって僕も教えられたんで、はい、なんで、まあ、そんなことをちょっと、まあ、ちょっと余分な話でしたけどやってもらえたら、まあ、大掃除も楽しくやってほしいんでね、はい、モテるでーって言いながらやってもらったらいいと思いますんでおすすめします、はい、で最後にですね、まあ、掃除といえば当然洗剤っていうのはつきもので、まあ、家庭用洗剤いっぱいあるんですけど、僕がちょっと知ってる洗剤でこれは超おすすめっていうのを最後にお伝えしておきますね。まずね、油汚れ、ニータカさんっていう、まあ、割とニッチなメーカーなんですけど、ここが出してるニューケミクールっていうこれです。これね、めちゃくちゃ落ちます油汚れ。これ超強烈なんですよ。だから原液をうかっと塗ったらなんかフードの塗装がちょっとこう色が変わるぐらい強力なものなんで、ちょっと扱いはね慎重にやってくださいね。だから基本は希釈、要は水で薄めて500倍とか1000倍とか薄めて使うもんです。で、まあ、その辺はちょっと説明書ついてると思う、あるいはネットで叩いてもらうと出てくると思うんで、扱いはちょっと僕がここで長々喋れないんでやっていただいたらですね、ギトギトのレンジ汚れあるやないですか。僕もね、あれたまに女房とかお袋にあんたたまに洗ってって言って言われたらすんごい嫌やったんですよ。取れへんからもう泣きながら取ってて、さっきのスチームクリーナーとかやるけどね、掃除サボってたらもうごっついこうタオル状についてこう、それぐらいって簡単に取れへんのですよ。でこうね、中性洗剤こう水とかしてこう一晩つけ置きしたら取れるかなと思ったら、これが頑固で意外と取れへんやつが、このねニューケミクールはねスカッと落ちます。びっくりしますよ。別メーカーの回し持っちゃいますけど、結構感動したんでね、この分かち合いたいから言うんですけど、これもぜひちょっとやってもらったら。それからね、もう一つがね、キッチンハイター、なんすか急にって話だと思うんですけども、よくお風呂なんかでこうとか、なんかこうパッキンみたいなところにこう黒いカビがチュチュッと通って、あれなんかカビキラーさんの商品とかいろんなんで飛び取れるよってやるんやけど、取れる時もあるんですけど、なんかいまいちすっきりせへん時ってないですか。でね、もうこれ取れへんでやろうなと思って、ある時これをこうそういう微装とかをなりわいにしてるプロの職人さんと話したら、いやいや社長あれですよって、そんなキッチンハイターで1クロですわって、そうなん、あれってキッチンに使うでこんなん使うんだ、いやあれですよ、そのハイターっていろいろ種類があって、キッチンハイターが漂白する成分が一番多いんですよ。だからすごい結構効きますよ、まあ、絶対取れるって言えへんけどもかなり取れます。だから僕がおすすめなのは、そういうのをこうちょっとキッチンハイターの原液をハケでね、チュ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 ってこうチュチュチュって塗ってこうちょっと時間経ってふっと見ると、お消えとうやんみたいなね、そういうね喜びがあるんで、もうこれカオさんのね、もうどこでも売ってる商品ですけども、キッチンハイター結構僕やったら今マイボトルがあるんですけど、家帰ったらでっかいこうキッチンハイターの業務用みたいなのがあってですね、それを小分けして、これもリーズナブルなんでね、これ使ってもらって、もういろんなものに使います。もうほんまにね、白いスニーカーで何ちゅうか、あろうてもあろうても綺麗ならへんとか、キッチンハイター仕事しますわ。なんでものすごい大掃除の時にはいいかなと思うんで、まあ、よかったらねちょっと試してみてください。で最後にですね、よく動画関係で出てくるサンポールって言って、今緊張さんが出したのかな、酸が効くっていうやつですよ。で確かにね、あれ僕たちもセメントを工事やるとタイルの目地とかでこう冬になったらこう白いこう発火現象って言ってあるんです。あれをねちょっと汚いが取りたい時にはこの、まあ、サンポール薄めてこう使ったりするんですけども、あれねまあどういうかな、メーカー的には推奨してないですね。それからお風呂でもこのサンポールよう落ちるからいて、トイレ洗剤なんですけど風呂で使ったら汚れ落ちるよっていうので、まあ確かに落ちます、激落ちします、しますけど、やっぱり最近は抗菌処理とか樹脂のなんとかとか言ってそういうもんって結構いろんなことしてあるから、この結構酸が強いだけにやっぱりこう劣化させることもリスクであるんですよ。なのでまあもうよっぽど使っても もうまあまあ古いけど汚れが取りたいいう時は、まああんま惜しげないから使ってもまあ悪かないかと思うんですけども、新品のとこでね初めての大掃除やみたいな時に使うと落ちるけど傷む可能性が高いので、これは取り扱いにはですね注意してください。
僕は使いますよ、うちね結構古いんで。だけど自分家の新築の上にこれ使いって言うか言ったら進めません。もっと金町さんでもそれにぴったりの商品っていうのを別に出してあるんで、まあ激落ちするけどちょっと扱いは慎重にっていうことは頭に置いといてください。で、何よりさっきのキッチンハイターみたいな塩素系漂白剤とはこれ混ぜたら あかんのですよね。なんか塩素を出てこう吸い込んだら人がしひどかったらなくなることもあるんで、これも絶対注意をしてください。で、最後にですね、この洗剤は僕今日お勧めしたのええやんって買われる人に要注意しておきたいのは、注意、換気はしてね、しっかり。締め切ったところで言うといろんなこうやっぱり化学反応を促進するから何が出てくるか分からへんからしてほしいのと、防具はちゃんとしてほしいんですよ。例えば薬気ちゃんと着るとか、手袋をこうしっかりゴム系のこう染み込む範囲にしっかり手袋するとか、それからね、一番ちょっと怖い目です。目、僕メガネかけなんやからあんま気にせえのですけど、それでもね、やっぱり工事でもっと広い工事用のこんなゴーグルはあるんですけど、DIY のセンターなんか行ったら売ってるので、あれは1個買うてください。であれしながらやらんと目に入ったらやっぱり用ないんでね。で、これは注意してください。で、あとね、まあ、これもちょっと別に企業の回し物じゃないですけど、手袋ね、僕姫路っていうところに住んどんですけど、本社が昭和グローブさんって手袋のトップメーカーがあるんですけど、あそこの手袋いいっすね。こう中国はね、もう最近も大工さんと現場でなんだかんだしたら、やっぱ昭和の手袋ええよなっていう話で、みんなあそうやそうやって盛り上がって、あれ大掃除の時もほんまええんやわって言って、でまあ、何がいいんやって、これはちょっと長くなるからちょっと置いといて、まあ道具もですね、手袋もまあ安いんでええって思うかもしれないけど、ええ手袋したらちょっと気持ちも上がって掃除もはかどるんでね。で、眼鏡つけてもらって、目に害ないようにしてもらって、さっきの道具とか洗剤を駆使してもらったら結構掃除はかどって綺麗になって、奥さん喜んでくれるし、男の子やったら女の子にモテるようになるんでですね、ぜひちょっとそんなことやってもらって、ちょっと楽しくね、家族でお掃除してもらって、家をまた大切に使ってやってもらえたらと思います。はい、まあそんな感じでね、まあなんだかんだいつも、まあ家作りじゃないですよね、まあ暮らし方ですかね、そんな話をいつもしてますので、よかったらねチャンネル登録をしてみてください。